親指の腹でボタンを押す感じ。ここでこうやって、あ、やばい、これ本当やばい。唯一ボタンだけ。なんでボタンを押すの？遅れをこっからインパクトまでに最速でパンって戻してここで止める。ボタン押せって誰に習ったの？ボタン押せいや誰にも習ってないんだよね。習ってないんだ。そもそもボタンを押すとかこの右手の何わけわからない使い方とか誰にも習ってはないの。習ってないんだ。スピンに目覚めたのが中3か高1ぐらいなんでね、目覚めたんだ。そう、それは何がっていうのは特にはなくて、サンドウェッジ、要はアイアンだよね。アイアンは全てこうやって構えろって習ってきたのよ、ずっと中3か高1ぐらいまで。サンドウェッジでタイガー・ウッズがこうやって構えてたのよ、こうやって。あ、それ見たんだ。そう、要はロブショットよね。あんな構えしていいんだから始まりました。それで当時公園でこうやって開いて打ったらこの辺飛んでったのよ。そんなに？そう、ロブショットでね。で、もうそれがめっちゃ楽しくてこんなね、真上にポンって上がって5ヤードぐらい先にフルスイングであんな高く上がる球が打てんだから始まって、で、まあ、結局そのロブショットってスピンは入らないけどフェースを開いて打ったら球が上がるってことからそれこそ本当始まって、それで普通のアドレスをしてフェースを開いてリストを使って打ったら、たまたまそれを練習場で打ったらめっちゃくちゃスピンが入ったのよ。それでもっとかけたい、もっとかけたいって言って、どうやったらスピンかかるんだろうって一人でずっとやってただけなの。だから俺聞いたことも、もちろん習ったこともレッスンで俺言ったこともないけど、スピンって聞いたことないの、レッスンで。そうだ、俺はスピンは習うもんじゃないとは思ってるから、自分で覚えるもんだと思ってるから。そうだからね、スピンはこうやってやったらかかりますよっていうことを絶対に俺はうまく伝えられないし、それを多分できると思わないから、俺は。要は変則だから。そうでも人と、まあ人並みよりちょっと上ぐらいのスピンはかけられる自信はあるわけよ。そう、それは自分で見つけたから。でもそういうトリックショットって多分そこが一番だと思う。絶対習わない方がいいの。あ、うん、自分のだってこんなの感覚でしかないじゃん。そうだから感覚は習えないから、習わない方がいい、絶対に。そうだからね、本当にバックスピンってそのボタンを押すのも何で押してんのかも分かんないのよ。ただここでクラブをこうやって押す感覚があるっていうだけなのよ。そうで、いや、こういう感覚だよなって言ったらこうやってやってたわけよ、自分でね。あしたらなんかそのボタンを押すみたいな感覚、うん、あ、するんだ。そうがするのよ。それで今さっきそのボタンをこうやってこうやって押すって言っちゃったんだけど、そういう何、感覚的な部分が多ければ多いほど自分のものになるんだよね。ね、うん、今のいい質問じゃないですか。どこで習ったのって、すごくいいですよね。ああいう、うん、質問って俺もいいなと思って。なるほどなと思って。習っちゃダメなんだったらこの動画は丸々意味ないってことだよね。そう、ほぼボツリクエスト、リクエスト、そう、リクエストがいただいたんでやりましたけど、 YouTube のコメントの方でリクエストいただいたんでやったらなんかすげえいい動画になっちゃったかなと思って意外と濃くなっちゃった内容が。あと、もしかしたら元も子もなくなっちゃうかもしれないけど、まあクラブとボールだよね本当に、ね、本当にスピンはでしょ、うん、言っていいのか分かんないけど、あのねやめとこう。言わないの？言う。使うか使わないかは登録になったら相談しますけど、やっぱりある程度溝がしっかりあって、そういう意味ね。そう、ボールもやっぱりスピンタイプ、本当にだからスリクソン Z スターとか一番いいやつ、そう、一番いいやつ、メーカーでね、一番いいやつ、あの Z スターとか XV よりやっぱ Z スターの方がアプローチのスピンは入りやすいと思う。あとはブリヂストンのツアー BXS とか、あとはプロ V1 とか、プロ V1 俺使ったことないから分かんないけど、そう、ああいうソフトタイプでスピン系を絶対、そのスピンをかけたいんだったら使った方がいい。本当にね、カッチカチボールじゃ止まんないから食わないからね、うん、フェースにくっつかないから、くっつかないとスピンは入らないから。あとはロブショットはスピンは入らない、うん、で、うん、上に上がるだけだから。でもこの練習場のボールで今止まってたじゃん。あのね、これワンピースボールって言うんだけど、この練習場のボールね、ワンピースボールが一番スピン入る。あ、そうなんだ。そう、ただ飛ばないのよ。ああ、そう、
飛ぶのはやっぱり4ピースとか、それこそね今出てるボール3ピース4ピースの方が飛ぶんだけど、そうスピンだけって言ったらこの練習場の要は団子ボールって言われてる1ピースボールが一番スピン入るで一番低く出るから。あ、そうなんだ。そう団子ボールがね、そうもちろん種類いっぱいあるんだけどレンジボールでもね、だけどこの1ピースボールが俺は練習場では一番好きだし一番スピンが入る。うん、めっちゃ低いのよ。だってこんなフェース開いて地面と平行ぐらいに構えてこれで打ったとしてもあれしか上がんないんだよ。やばいよこれ、ブルブルってなるでしょ。そう、あれやばいのよ。あんなこんな開いてあれだけの高さってことはやっぱりこう弾いてないんだよね、飛ばないから。そうだから食いついてる時間が長いからスピンが入る。これミソで、例えばこれこの練習場がコースボールだったら俺はこの動画は撮れない本当にそれこそね Z スターがバンバン出てくるんだったら撮れるけど、だけど、まあ、あんまりメーカー知らないようなもうドライバー割れちゃうんじゃないのっていうカッチカチのボールとか出てきたらもう全部ポッコンだから。そうだからこの動画は本気のボツになるかもしれないそうよかったこのボールでロンドさんのそうロンドさんいつもお世話になっております、ありがとうございます。だそういうミソというかそういうのもあるんで、何でもかんでもこのクラブ何でもいいだろうとかこのボールだったら何でもいいだろうとかっていうのはほぼ無理だね。ちゃんと選ばないと結果は出ない。それでもこの前あの動画で言ってた、うん、14とか、うん、どこだっけ、ボケボケタイトリスト、うん、まだ入りやすい、スピンは入りやすいは入りやすい、うん入りやすいけど溝の話、そのそれより先はヘッドバランスだね。ヘッドバランスがやっぱ D5 とか D4 だとこの俺がさ、俺のスピンのかけ方だと入らないのよ。あ、加速させるから。あ、そうか、そうか、そう加速させてバッてボールを切ってバランス D5 だとぶっ飛んでっちゃうんだよね。飛びすぎちゃうの。飛びすぎちゃう。だからヘッドバランス軽くして飛ばさないようにして、飛ばさないんだったらもっと振れるじゃない。そうだからスピンが入ってくる。そうそういう理由がちゃんとあるんだよね。うん、だからね、もちろんそのタイトリストとか14とかクリーブランドだとプレシジョンフォージドとかロテックス4なんかはすごいものがいいからスピンは入るんだよね。だけど自分のスイングに合うスペックにしてないと、そうどんないいクラブでも入らないスピンはね。今言ったように俺がこうやって打つ人でヘッドバランス思うきゃもちろんかかんないし、そういうのが揃わないといけない。あとライボールの状況、ここだったらもう多分入らないと思うんだよねスピン。あ、そう、そうやっぱこういうところとかね、そう高いところ、こういうところとかね、こういうところとか大体みんなこの辺で打つじゃない。そうそうするとここって大体へこむのよ。へこむね。そうだから俺ね一番かかるのここなのよここ、ここが一番スピン入るから、ここがねこれやばいから。もう一球いいですか今の。あーダメっす、当たっちゃったね。8年前ぐらい普通に打ってたんだけどな。あ、これいいっす。やばいでしょ。あの今ファーストバウンド高く跳ねたの分かる？あれがもう例えばプロ同士で回したら、あのファーストバウンドでパンって上に高く跳ねたらもうみんなはいかかりましたねって分かる。あ、瞬間の瞬間で分かる。ファーストバウンドの跳ね方、あとは音がやばい、ジュッって言うんだよねだから1球目2球目は多分上に跳ねてないの。あの3球目真上に跳ねたでしょ、あれはもう激スピンだから。あの跳ね方するともうみんな言わないけど分かってるから、 あの跳ね方したらはい止まるねって分かる、うん、そうだからファーストバウンドの真上に跳ねるボールっていうのはこれダメ。全然さっきより跳ねてないでしょ、止まるけどもうあの出玉の高さはスピンが全然入ってないから、もうあれの半分だよねスピン入ってる時って、うん、だああいう、こう打った瞬間にはいダメねっていうのが分かるのがまあ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 、そういうのも面白さだけど、
れってね、ほんと全てが整ってないとできない。10にはなんないんだ。なんない。そこで技術っていうのが出てくるんだよね。例えばそういう状況でも止めなきゃいけない状況って言ったら、たけちゃんなんか入れてくるから、スピン。だそこがやっぱスピンの入れられる技術っていうのはすごいなと思うけどね。たけちゃんもじゃあ習ってないんだろうね。絶対習ってないと思う。もともとたけちゃん人に習うタイプじゃないから、そう、自分でできちゃうから。あ、そう、だからすっごい研究熱心なのよ。へー。そう、何に対しても。趣味釣りで共通なんだけど、その釣りなんかでもすーげー勉強すんのよ。で、まあ勉強って言い方おかしいけど、自分で調べるの、いや動いて打ってさ。そう、ゴルフも全く一緒で、意外と普段はこうおちゃらけてこうふざけてみんなとやってるけど、めっちゃくちゃ考えてんのよ。こうやったらもっとこうなるとか、そういうのは俺ほんと尊敬するもんね。やっぱなるほどな、それなりの結果ってそういうとこだなと思う。うん、すげえ、ドライバーとかもそうだし、もちろん全クラブアイアンなんかもそうだけど、だけちゃんこんなよく言っちゃった。だけちゃんのこと褒めてるとこ全部カットしてる。そうだね、そうだね。そう、そう、だからそうやって風に自分でやっぱり結果を求めて考えて練習することの方が、習うよりも30倍ぐらい大事。上手くなる？上手く、もちろんもちろんもちろん。習うより絶対上手くなる。あ、そう。うん。習っても正直あんま上手くならないと思うよ、俺。その感性を要するショットに関しては特に。だからまたこれもね、賛否あると思うけど、その習う習わないは本当別だし、ご本人のね、習いたい場合は絶対習った方がいいんだけど、でも習わなきゃ上手くならないっていうことではない。うん。それこそ俺とタケちゃんそうだからね。レッスンなんか受けて育ってきてないから、むしろお前ら練習しとけみたいな感じで勝手に練習してきただけだから、だからそういう風に自分で考えながらやることはすごい大事。うん、スピン一つにしてもね。そう、だからそれはやってもらいたいな。うん、だから遊びながらね、こうつまんなくなんない程度にやることはすっげえ大事だから、こんな感じですかね。はい。